パレハは、アルゼンチンブエノスアイレス出身のサッカー選手。元アルゼンチン代表。インディアンスーパーリーグ、ケーララブラスターズ FC 所属。ポジションはディフェンダー。2006年、バンサンコンパニーの後釜として、RSC アンデルレヒトに移籍。2006から07シーズンは、リーグ2連覇に貢献し、2007から08シーズンは、 UEFA チャンピオンズリーグでプレーした。2008年8月30日、移籍金450万ユーロで、スペインの RCD エスパニオールに移籍した。マルクトレホンを抑えて、レギュラーを獲得し、30試合に出場した。センターバックながら、キャリアハイの3得点を記録した。2010年8月、ロシアの FC スパルタクモスクワに移籍。 2013年7月4日、セビージャ FC へのレンタル移籍が発表された。翌年に完全移籍となった。2018年8月25日、メキシコの CF アトラスへ移籍した。2019年、インドのケーララブラスターズ FC へ移籍した。2008年の北京オリンピックには、マルティン・デミチェリスやニコラス・ブルディッソが、クラブ側の招集拒否のため参加できず、 おばちが回ってくる形でオーバーエイジとして参加。前述の二人に比べると無名に近かったが、守備のようとして存在感を示し注目を集める。2010年10月4日、日本代表との親善試合で来日する予定だったメンバーに負傷者が相次いだため、急遽召集されたが、8日に行われた試合に出場する機会はなかった。 11月17日のブラジル代表との親善試合で先発出場し1ヶ月越しの代表デビューを果たした。ありがとうございます。